めて電気自動車にしよう、また水素で動く車にしよう、そういうふうになっていきます。これに遅れを取らないようにですね、例えば電気自動車の場合、自宅だったら6時間ぐらいでこう充電できるんですけども、遠乗りしてもうほとんど電気使っちゃって帰ってこようと思った時に電気がないって言ったらやっぱり怖いじゃないですか。だからこの観光地にですね、このサービスステーションに急速充電器っていうのはこう置いてあるところが今でもあります。これがまだ全国で8000カ所ぐらいしかないんですけども、この2030年にですね3万カ所に増やしていって、そして皆さんがガソリン車並みにですね電気自動車に乗れるように、これを進めていこうと自公政権ではしています。また水素ステーション、水素エンジンで動くですが、水素エンジンでは水素で動く自動車なんですけども、皆さん品川区に水素ステーションっていくつあるかご存知ですか？あ、知ってた、3つですか？もしかしたらそっちは正しいかもしれない。私が知ってたのは2つだと思う。上大崎と八潮にあるんですね。もう一つもあるところ、すみません、ちょっと私。たった3つだとちょっと足りないんで、もう少し必要になる。そうすると水素自動車にも乗れるようになる。まあ、電気自動車が水素自動車を新しく作って、そういうものにですね乗っていこうとすれば、そこで新しい商品が生まれて、新しい雇用が生まれ、仕事が増えていく。まあ、ガソリンスタンドがなくなっちゃうとか、そういう危惧がありますが、やっぱりそれはうまくですね連携をしていかなければいけません。ちょっと話が長くなりましたが、しっかりとですねそういうですね将来の向けての政策も進めていけるのが自民党です。最後に地元の話ですけども、先ほど環境のですねこの未来館が戸越の公園のところにできますけども、ちょうどですねそういう自治体のいろんな施設を再生エネルギーを使えるような支援をする、環境省の予算がありました。環境副大臣でそれをつけたというとちょっと語弊があるところなんですが、それは私は話をしてて、私が環境副大臣を終えた後に環境委員長の時ですね、品川区が採択を受けて予算がつくことになりました。まあ、ただ品川区がやりたいっていう話の中で、まあ、いろいろとアドバイスをですねさせていただいて、まあ、うまく実った。だからそこにできるですね環境再生、あ、すいません、環境未来館をですね全部電気全部っていうか太陽光パネルがついていて、でこれでほとんどのですね電気をですね賄えるように、まあ、こういうふうにですねなります。あともう一つ、先ほど越智会長言われてましたけども、まさに田中先生、この戸越公園のですね再開発、また、赤字の踏切対策やられていきましたが、いよいよですね東京都もこの、この大井町線の高架化、これを進める。で私東急にも、東急電鉄の社長さんにも聞いたんです。これぜひやってほしい。で実はこの鉄道の高架化事業というのは国の国土交通省の道路局の予算でやるんですよ。なんか鉄道だから鉄道局の予算のような気がするじゃないですか。そうじゃなくて道路局の開かずの踏切の予算でやると。で、まあ、国の予算でやりますから、やっぱりしっかりとですねこの与党の国会議員がサポートをしっかりとですね皆さんの意見を、地域の方の意見を聞いてやっていく必要があるんだと思うんです。ですから絶対にですねこの選挙勝ち抜いて、まあ、これからまだ先です、10年ぐらいかかるでしょう。だけどしっかりとですねこの与党の国会議員としてこの大井町線の高架化事業、田中武先生と伊藤先生と、そして渡辺先生と塚本先生と、そして松田先生と、皆さんの意見を聞いて、何か問題があったら丁寧に説明してこの事業を進めていきたい。そのためにも大変厳しい選挙になってます。どうか皆さんのお力を、長くなってしまいましたけども、最終最後までお力を賜りますように心からお願いを申し上げまして、この場に受ける私の訴えとさせています。どうか皆さん応援ください。よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。石原博隆候補者より皆様にお願いとご挨拶させていただきました。
最後活動コールをする前に1点だけご紹介させてください。選挙はどうなんだ、そういうお尋ねを選挙戦中盤伺います。正直なお話をします。具体名はちょうど言えませんが、一番信頼のできる世論調査、本当に初めて見ました。ポイントが並ぶというもの、それが事実です。本当に皆さんの一票の価値が高い。前回も前々回ですが大変接戦がありました。おそらくそれと同じぐらいこの選挙接戦であります。東京3区、東京全体が苦戦しているようであります。東京3区本当に接戦で大注目、重点候補となっています。そして何ができるのと皆さんからお尋ねを受けます。皆さんが本当に声をかけていただく影響力、やはり皆さんが知っている人へ、私たちが言うんじゃ届かないところが多数です。直接話を聞いたよ、石原さんと会ってきたよ、これが一番です。で SNS、 今日も若い方が大変多く来ていただいています。ぜひ LINE などで石原さんと会ったよ、直接聞いたよ、それだけで伝わると思います。それが大変大きな影響力になりますので、この勝負の分かれ目です。どうぞお声掛けよろしくお願いします。輪を広げていただければと思います。それでは活動コールを松沢和正区議会議員お願いいたします。よろしくお願いします。松沢和正区議会議員。ではお地会長真ん中の方にお寄りください。塚本さん真ん中の方に、そして渋谷村長前の方にお願いします。伊藤先生お寄りいただいて、手が小さくてすいません。これでも一生懸命台に乗ってます。ご紹介いただきました、地元第五地区選出の、品川区議会議員、品川区、松沢和正と申します。活動コールということで一つ、言わせてください。よく石原弘隆先生、某ライバルと比べられます、地域を歩いてない、そういった声を聞かれますが、一つ思うことがあるんです。国会議員の仕事って地域を歩くことなんですかね。地域を歩くことでは私はないと思います。国会議員の仕事はしっかりと国会で発言する、地域の困りごとを国会でしっかり伝える、それこそが国会議員の仕事だと思っております。どうでしょうか皆さん。もうライバルのように歩くんじゃないんです。歩くには私たち区議会がいるんです。私たち区議会議員が皆様の地域困りごとをしっかり聞きます。それを国会に伝える、そのパイプ役として石原弘隆先生がいるんです。このパイプ役をなくしては政治は止まってしまいます。どうか皆様のお力、これから先一票一票、石原弘隆頑張れ、自民党頑張れ、そういったお声掛けをしていただくことによって、今よりも一歩進む政治進めていこうじゃありませんか。どうかこの小選挙区は石原弘隆、そして比例区は公明党、自公連立で政治ができる、この新しい強い政治仕組みをこの東京第3区からぜひ皆様のお力で、掲げていきたいと思います。長くなりましたが活動コールを生かしていただきます。右手を挙げてください。私の後に活動と3回ご唱和願います。石原弘隆、勝つぞ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 、ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまは活動コール松沢和正議員になりました。それでは候補者皆様のもとへお礼で回らさせていただきます。握手ができませんので会釈だけで失礼するかもしれません。握手がコロナ感染予防で、握手はできませんが、ぜひ